高速プルプル始まった。書いてありますこのメジナ。あ、本当ですか。こっちは茶色だもん。うん、あ、これ？これになるとね、これ？やっぱりすごいよね。俺の青だ。45、6はあんね。この前私が釣ったのと同じぐらい。あ、いいとこかかってる。あ、いいとこじゃねえ。危ねえ。危ねえとこだな。危ねえ。ちょびっとだ。餌何だったの？エビです。エビってオキアミ？あのエビ。あ、オキアミだ。オキアミ。うん。糸出さないから取れたんだよね。糸出したら一発だから。そう、無理したら絶対ダメ。あ、反対に糸出しちゃうとダメ。ここ、うん、足元に全部入っちゃう。こうやって押さえてねえと中潜っちゃうもんね。ここね、でかっ。超ドキドキした今も。結構擦れてんね。擦れてます、うん、さっきすごい入っていっちゃったもん、ね、だから最初入った時に擦ったんでしょ、うん、よく切れない。なんだよこれ、なんだよこれ。傷になってる。いやすごい。刺身で食うとうまいよ。いやーすげえの釣れたね。うちの猫メジナ大好き。やった。あー、誰だ、持ち上がんない。エラに手突っ込んで持ってやばい。やだ、エラ、やだ。やだ。一番暴れないよね、エラ。エラは一番動く。違う、手突っ込むんだ。エラに手突っ込むんだ。そこはダメだ、そこはダメだ。下唇、そうそこ、うん、そう消えたい。いやー、釣れた、すげえ。よかった。すごい、大きい。うん。大きい。嬉しい。おめでとう。うん。今日も甘い。うん、おいしい。いや、すごい、すごい。もうこれだいぶ色変わったよ。
った時は多かったから。かわいそうにこんなのもいる。今日はね、うちの年寄りがサバ持ってきてくれって言うんでしょうがない。どうですか。あ、でもこれ結構や。今になってなんかすげえ怒ってんで。ほら。今気がついた。今気がついたの、あ、俺どうしたんだろうって上に上がって気がつくって、ここはどこ、私は誰って、お前はメジナだよって、ここで4匹釣ったのと一緒になる頑張ってください。すごい、アジとサバと、これ何これ？アジ？アジじゃないよ。もっと網しゃいな。石持ちだ、石持ち。うぅ、うん、危ない危ない。いやいや、石持ち変わりました。気合が来ましたね。うん、石持ちだね、サバ。ほら、石持ちだね。すごい重たいんだけど。サイズだね。でけえな。